さんこんにちは、魚太郎です。私は今とある川に向かっております。まあ、今からね釣りをしようかなと思ってるんですけど、そこの川なんとね50前後のニジマスが結構ポンポン上がる川なんですよね。札幌近郊なくないですか、大きいニジマス釣れるところって。支笏湖とか行くとね、まあ割とあるんですけど、そこまで行かなくてもね、なんと釣れる場所があったというわけなんで、行ってみたいと思います。はい、というわけで目的地に着きました。どうやってこのポイントを見つけたかと言いますと、めちゃめちゃ便利なアイテムがあります。 VR Google Earth。 普段ね人の足でなかなか入ることができないようなポイント、VR と Google Earth を駆使して、自由に、探索することができると。まあ、それでここを見つけたわけなんですけどね。釣り好きのあなた、一家に一体どうでしょうか。まあ、一応この手前も探ってみましょう。いやー、ついにねこの釣りのシーズンが来ましたよね。北海道は4月の頭まで雪があってね、で中旬ぐらいまであの雪解けの影響で増水しちゃうんですよね、川が。で激流でもう釣りなんてできないんでね、やっとこの時が来たなっていう感じで。ちなみにここはね、40前後のニジマスがちょくちょく釣れます。もうちょっとねあの上流の方に登っていくと、50アップがいるっていった感じですね。ちょっと下流の方から攻めてみようかなと。割と今日水が透き通っていますね。さあ、あそこからね結構出るんですよ、あの縁にねいると思われます。今日はどうでしょうね。来た来た、お当たりあります。あ、来た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 来ました。一発目から来ました。ほら、いやいいっすね。早速来ましたね。あれどうしよう、ネットが出てこない。まあまあのサイズじゃないですか。30ないぐらいですかね、28ぐらいですね。とまあこんな感じで、はい1投目から来ましたね。いや、いるんですよここ。まあサイズはちょっとねあまり大きくはなかったですけど、まあ食べ頃サイズではありますね。28ぐらいは。やっぱニジマスってあまりでかくなりすぎると味は落ちちゃうような気はしますよね。27、8が美味しいかなって。ちなみに魚太郎の魚は魚釣りの魚から来てますからね。それぐらいあの名前にするぐらい釣りが好きで。今日ねてか寒い、16度なんですよ。最近なんかこう気温のね上下が激しい。25度だったり16度だったり、10度前後のね落差があるとこの体に良くないですよね。そうなんですよ、風邪ひいてます今僕。ちょっと鼻声ですよね。2日前に38度の熱が出ました。来た来た来た、わあチビだな、チビニジが来ました。これはもう外れてほしいぐらいチビニジが来ましたね。ちっちゃいニジですね。まあ22、3割くらいですかね、22ぐらいですかね。さようなら。今日すごい水温低いにもかかわらずね結構来ますね。でここのポイントのいいところはあのクマの恐れがそれほどないってとこなんですよね。北海道といえばヒグマが怖い、だからこうやってね鈴つけて歩いてますけど、ここはねそんなに出ないんだと思われます。はい、だからねこうあまり心配しないでこう気兼ねなくできるかなっていうのがいいところでもあります。本当に山の奥深く入るとねビクビクしながらやってますからね、ガサッて言っただけでもうビクンってなってビクビクンって感じですからね。
するかな。やっぱりこの大和さんのシルバークリークにも釣れますよね。結構ニジマス釣るときはね、このルアー使用することが多いですね。あとモノノフとかビーコンとかね。はい、というわけで大物スポットの方にやってきました。といってもまだまだね先なんだけど、まあここも割と釣れるんで寄っていこうかなと思います。もうねこの手前にいるんすよね、いつもは。あ、来た。あー、バレた。見えました。バレちゃいました。来た。あ、またバレた。なんだ、バレすぎやん。よっ、なかなか険しい。こっからニジマスのサイズがぐんと上がっていきますんで。よっ、すごい傾斜。危ねえな。結構この辺からね40前後のニジマスが上がりますよ。来い。なんか上に来れば来るほど釣れなくなってきましたね。こんなはずじゃなかったんだけどな。秘密の、うわ、耳の中に虫飛んできた。蜂だったら刺されてっからな。あの奥が大物最終スポット。あそこでダメだったら終わりですね今日は。どこ行った。ルアー変えてみっか。来た、大きい、いいサイズ来たぞ。色変えた瞬間いいサイズ。これは40ないかな。でもおお、跳ねる。40あるか。どこ行った。おお、オッケー、いいサイズだ。オッケー、色変えてよかった。40はないか。35、6か。ちょっとあのアクションカムのストレージがなくなっちゃってね、スマホで撮ってます。やりました。あ、そうそう、今の僕のこのタックルなんですが、ロッドが、トラウト X 大和さんですね。でリールがシマノの、ニーチアルテグラ。どっちともね、1万円台で買えてね、手頃で、まあ、使いやすくて初心者さんなんかにもねおすすめだと思われます。僕ね高いものってあんま買わないんですよ。サッカーシューズでもそうじゃないですか。8000円ぐらいのスパイクを買うとプロモデルは絶対買わないと。なんで高いの買わないかっていうと、
傷とかついたらすごく気になっちゃうんですよ。だからサッカーなんかでも強くボールを蹴れないですよね。汚れたらどうしよう、傷ついたらどうしよう。釣りなんかもそうなんですよ。こうね、岩とかのよじ登ってる時にちょっとでもこう擦ったらうわーってなってね、もう一日中へこんじゃうんですよね。だからまあそんな高くないものをね、長いこと、使うっていう感じでね、大事に使ってます。残念ながらね、大きいと言えるほどのニジマスは釣れなかったんですけど、まあまあ釣れただけよしとしましょう。楽しかったです。やっぱりね、この大自然の中釣りをするっていうのは本当に気持ちいいですよね。